エニー、久しぶり。おはよう。エニーも大きくなったな。長くなったね。さっきさ、ラッシュと一緒かと思った。あれと思って、まだ寝ぼけてんだけど。何キロ？いや、でも30キロないですよ。やっぱり？ええ。だって胴回りが、だってラッシュの方が全然ぶっといもんね。痩せてるっすね。痩せすぎじゃないの？あ、ごめんなさい。痩せすぎじゃないの？食べないんですよね。童話に変えたんですか？そう、かっこいいからただ単純にエニー、なんか長くなったね、エニーね。やっぱり長いですよね。後ろ足がほら伸びるじゃん、ええ、あのちょっと引っ込んでさ、ええ、人が来た、ね、だからなんかその分さ、長く、胴が長く見えるね。そう、一緒に歩いててもちっちゃいなって感じなんですけど、うん、家の中で立つとそう大きく見えるんだけどね。うん。レオ、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 この間ね、ええ、反骨炎っていうのになっちゃってさ、反骨炎、どんな骨の炎症、どこの骨ですか？もうどこっていうかね、長い骨になるんだって、でね、あちこち飛ぶんだって。で、あの最初左足がなんかビッコ引いてたのね、でその後後ろ足の右側がビッコ引いたの、で1時間か2時間もしないうちに今度前足の右足がビッコ、ものすごいビッコ引いて、だからもう右半身が全部なんか痛そうな感じになって、慌ててね、あの安田さんって戸塚へ、下倉田の、うん、安田さん、消防署の方ですね。そう、本店みたいな方ね、連れてって、そしたら反骨炎ってレントゲン10枚ぐらい取ってさ、分かって、まあある意味成長痛みたいな。あ、そうなんですか。うん、シェパードに多いんだって。へえ。あそこも安田さんもさ、これでももちゃん連れてったんだけど、うん、あそこも先生を結構みんな指定するんだよな。あ、そうなの。10人ぐらいいるじゃん。いるいる、並んでて、うん、で結構みんな指定してる。あ、そうなんだ。なんか安田さんは指定できないって聞いたんですけど、みんなでなんか打ち合わせするから大丈夫なんですよ。うん、まあ、そうなんだけどね、安田さん、なんとか先生お願いしますって。だから結局ほら、行った時に受け持ってくれた先生が、そう、結局その後も同じ先生に頼むっていうことじゃない。うちもももちゃんもこいつもそうかな。うん。